今年最後のせーの下町上町中町です。始まりました。今日が今年最後の動画です。悲しい、悲しみ、悲しみ、汗汗超えて涙涙でまあね、これが多分今年最後の動画です。はい。でも31日に乗っけるかとかは今悩んでる。だって伸びないんだもん31とかみんな遊んだりするじゃん、うん、で動画伸びないんだもん、うん、もったいない。そうですね、取りだめ少ないのに。でもこれはさすがに乗っけた方がいい。そう、うん。ということで、僕たちは、僕個人もね、あや個人も、本当に今年は勝負の年でしたよね。はい。僕は大学卒業して、はい、会社をやって、で、もうインフルエンサーとして卒業しようとしてた。けど、ほんともう金の卵、妹が金の卵だった、はい、で一緒に組んでこんな感じでやらせてもらってて、はい、あやもね個人のチャンネルがね、はい、ほんとバーンって伸びて今、はい、中町あや知らない子、多分本当に YouTube よく見てる子だったらいないんじゃない。確かに。好きとか嫌いとかじゃなくてね、うんうん、TikTok でも全部バズってますから、うん、まあ今年なんかコムドットさんとか、はい、すごいバーって来た人たちがいますけど、うん、その中にも中町あや入ってますから。イエイ、ズームインでも紹介されましたから。おー、さすがー。まあすごいね、はい、勢いがある。本当に今年から僕たちのことを知ってくれてるの本当感謝だね、はい、本当に今年1年ありがとうございました。で、まあ暇だからグミ食うわこれあや食べない。えお腹いっぱいなんだ。じゃあ俺食うわじゃああや星の部分の半分食べるわ。全部だよ。いくらだったこれ。1000円とか、うん、高っ。ぶりっ子 YouTuber だもんね。まあ悩んだけど今年1年はね、俺よりもあやの方がいろんなことあったんじゃない。ないです。なんで家で喋って動画出してるだけだもんってことはまあただ伸びただけ。ただ伸びただけ。ありがたいね。ありがたいです。本当にありがたい。はい。で間違いなくあやの伸び方に関しては本当にファンの子のおかげ、うん、ファンの子がいっぱい真似してくれたり、そう、あやちゃんの真似とかあやちゃんやばいとか拡散してくれたじゃん、うん、それのおかげ。絶対に、うん、あやがコソコソやって YouTube で発見されて面白いだけじゃ絶対伸びないからね、うん、ファンの子が広めてくれてる。メンションとか毎日すごいもん、うん、本当に米になるぐらい毎日来るからね、うん、さあせーんってみんな友達で、この子たち大丈夫なのかなと思うずっと言ってんだもん。だってでも怖いね、そういうバズり方しちゃうと。うん、怖いよ。怖い怖い怖い、ほんと怖い。だってタンタンやないかい経験されてますもんね。うん、俺もタンタンやないかいってマジで意味わかんないバズり方したけど、うん、めちゃくちゃバズったじゃん。うん、めちゃめちゃバズったね。でもあれもあんなので1年持たないじゃん。どんくらい伸びた。1ヶ月ででもフォロワーは30万人増えた。やばっ、すごいね。ちょ、やばいよね。やばいね。飲もう今年。今年全然じゃん。去年、去年ぐらい。去年タンタンやないか、去年ぐらいだね。やばっ。タンタンやないかいでバーって行って1年ぐらいは知名度持ってたじゃん、うん、タンタンやないかの人で、うん、で、おろそかにしてたね、動画を。本当に動画やんなくなって、うん、そっから終わったね。もうただレペゼン地球と仲いい一般人一般人うん、本当に一般人から、まあ兄弟チャンネル始めてね。もう江戸川区うちらで歩けないんじゃないんですか。歩けませんよ一緒叩き具合の加減も気持ち悪いし、なんかでもね、本当に今年はね、人生において一番のターニングポイント。あやもだね、うん、だってちゃんと YouTube 頑張ろうって思って、うん、なんか夢とかも正直なあなあじゃん、うんうん、まあこのままなあなあで続けて、うん、まあ、暮らせればいいな、うん、飯食えればいいなぐらいだったけど、ちゃんと本当100万とかの目標もできたし。分かる、 YouTuber ってね、目標ができるから頑張れるよね、うん、本当にそう。数字で見れるから、うん、なんかあやも本当になあなあで生きてたけど、次は何万、次は何万ってどんどん上がもう終わりがないから、うん、ずっと目標があるから頑張れる。で、しかも正直俺らは今数字はもう右肩上がりじゃん、うん、まだ停滞もしてないし、なんかなんていうの、トゥーみたいな、当たんのやめてで伸び悩んでもない、正直、うんうん、伸びてるもん。確かに間違いなく今は、うん、めちゃくちゃマインド的にもいいよね、うん、まあいつか悩むんだろうね、うん、そう、その悩みが来た時にどれだけ頑張れるかじゃん。確かに。で今は伸びてるからこそ調子乗っちゃダメというか、うん、もう頑張り続ける、うん、ほんとその時期マジでそう。でこうやってモチベーション高くなれてるのが今年、ほんとに素晴らしい年、一番いい年ですね、うん、もう遊ぶ暇なんてありません。そう、俺本当に飲まなくなった。マジ？もうリュウ君から、まあ、またまたいい、この話またしてもうリュウ君からお前もう追放ねってお前の誕生日会しないからって飲まなすぎてマジ？本当に飲んでない、もう編集頑張って。いやでもあやもう本当に遊ばなくなった。うん、でしょうね。友達とまあ YouTube なんて週に出せれば、うん、みたいな感じだと思ってたけど、なんか出す嬉しさっていうか、うん、その動画できた嬉しくて出してみんなに早く見てもらいたくてみたいなのをずっと思ってるからね、わかる？
そう、だからもう毎日次新しい動画また面白いのできたから編集しよう、早く編集しようって思うし、これ早く出したいなって思うから、もう休みがないよね。本当にそうなの。もう遊んでてもそれよりも編集のこと考えちゃう。そうそうそう、あもうやばい、ストックないとか、心よく遊べないから、うん、もうだったら動画頑張ろうって思う。そう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 、本当にそれ、うん、もう俺らの動画って正直自分たちで見ててもおもろいもん。そうそう、笑っちゃう。あやもいつも笑ってる、うん、なんかおもろいな、うん、なんか兄弟でこんなことやってるとか、あやがね一人でやってるとか、うん、本当におもろい。正直俺らがって笑えるんだから、うん、絶対視聴者の人は笑ってくれてると思ってんの、うん、コメント欄もすごいあったかいし、だからもうほんともっと頑張るから、うん、来年はね。でも俺はね、もうちょい頑張ったらほんとに遊びたい。やめてちゃんともっと伸びたらさ、もっと頑張るよ。じゃあでもほんとに YouTuber で多分遊ぶ暇とかないよ、正直マジで。頑張れば頑張るほど頑張っちゃうから、うん、YouTube って、うん、まあ、YouTube をちゃんとかで兄弟でやり始めて、うん、YouTube の大変さとか分かったの、うん、YouTube を本当に本格的にねやりだして、それぐらいから YouTuber は本当に大変ってことが分かった、うん、だから正直ね、こんなこと言うとあれだけど、コムドットとコラボさせてもらってるじゃん。でもコムドット俺嫌いだったの、正直、うん、偏見だけど。だけど YouTube をやり始めて毎日投稿の大変さとか、うん、コムドットと繋がってさ、うん、ストーリーとか見てるけどさ、もう本当に編集ばっか、絶対編集、死んだように寝てるじゃん、うん、編集しながらとかね、本当に素晴らしい。もう本当にすごいと思う、うん、好き嫌いとかもうそんなんもう全部突破笑って、うん、リスペクト、ガチで、うん、だから YouTuber ってなんかもうライバルとかじゃなくて、うん、尊敬の人、みんな本当にそう。だから本当に嫌いとかじゃなくて、いやこの人たちは頑張ってるからこんなに伸びてるんだって思う、うんうん、それ。そう。だから今となっちゃう考え方は、 YouTube 頑張ってなくて伸びてない奴らにそりゃそうだよねって、うん、言いたくなっちゃう。わかるわかる。で、頑張ってて伸びてない奴にはなんで伸びないんだろうって、こっちまで悩むの、うんうん、なんでこんな面白い奴らが頑張ってんのに伸びないのって、ちょ上からになっちゃうけど、うん、俺らは結果が出てるから、うん、最初から、うん、でも出てない人とかも面白い人いっぱいいるから、確かに確かに。ほんと足立区武装カマチャンネルとか、うん、あと平成フラミンゴ、うん、あや好きじゃん、好きとかも、ほんとおもろいでしょ、うん、おもろいでしょ、面白い。けどあんまりね、そのバーって伸びてるわけじゃないじゃん、うん、なんでだろうって一緒に考えるし、うん、コラボこれが跳ねたらもっとコラボしようとかも思うし、うん、助け合い、 YouTube ってマジで横の助け合いだから、確かに確かに。だからもうスカイピースとかも神様だもん、そう、もうだって前まではその何手を組んの笑顔スカイピースみたいなね、何あのダーバンダーバンみたいな、何その笑顔みたいな、素晴らしい。今動画見たら何この笑顔、素晴らしい。真似できないあの笑顔、神様の笑顔だもんね。本当に YouTube の大変さと楽しさを知る年でした、今年は。本当に確かに。で、見てる人は中にはね、ちょっとゲップすんなし、いい話の途中で朝痩せも今年覚えましたありがとうございますということで、あれお前変なツッコミすんの忘れたねえ、何話してた、わかんないとかもみたいなとこで終わってた気がするおいいい話の途中で、結構もう熱く YouTube とか語ってたのにいや、全編がいけない。だってちっちゃく、それでなかったかのように話すんだもん。絶対入っちゃうのに、音で。じゃあ、新しい話しよう。もういいから。もういいから。気になんじゃない俺、どうな、次何話そうとしてたのまあ、とりあえず来年は本当にいろんな YouTuber さんとコラボして、もっとその人たちを好きになりたい、うん、リスペクトしたい、うん、で本当に俺らがおもろいんだぞってことも出していきたい。確かに他の YouTuber から見たら多分あいつら兄弟でいいな、兄弟楽だろうな、あんな兄弟の会話が、うん、って思われてる絶対、うん、だって他の人は家族とやってないの、絶対兄弟の方が特殊じゃん、有利じゃん。でも有利なだけじゃないってっていうのを本当に分かってほしい。確かにね、うん誰に向けてこれ、スカイピース光る水たまり水たまりだけ神様みたいな存在をもうレペゼン地球はさ、レペゼン地球と関わった人全員を幸せにしてんのよ。俺レペゼン地球であんなイカれた集団って言われてるけど、レペゼン地球の悪口なんて聞いたことないもん。お母さんぐらいじゃないってんの、うん、いいんだもん。なんなんあの人はないで、お母さんぐらいで銀太のこと悪く思ってるの、そうそう
てかもう本当にこれは決めよう。絶対に天狗にならない。うん、数字で人を見ない。見ない。てかおもろいやつでいればいいの。分かる。自分がおもろいと思ってるやつと一生いればいい。確かに。それがたまたま数字あるレペゼンチキだっただけ、うん、俺は、うん、数字で最初は見るよ。出会った頃は、うん、レペゼンチキで動画出れるとか、うん、こんだけもう4年間一緒にいれば普通に友達だもんね。友達だって一番遊んでんの。調子乗らないことだね。うん、調子乗りたくない。いつまでも謙虚に、うん、いつまでも江戸川の仲間ち兄弟だよ。ね、YouTuber の仲間ち兄弟じゃなくて、はい、本当に江戸川家の仲間ち兄弟で一緒よ。うん、はい、ということでこんな感じでもう今年も終わりということで、うん、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも毎回面白い、絶対に毎回面白い動画を出し続けるので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、今年最後の仲間ち兄弟でした。イエイ。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、村天才お願いします。します。ありがとう。来年もよろしくね。よろしくお願いします。あと30万人いったら絶対オフ会やるから。